ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんをお迎えしています。長谷川さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。U23 インターナショナルカップ、グループ C 予選リーグ第5節をお送りいたします。本日の対戦カードは日本対カザフスタン。青き情熱の炎、サポーターを燃え上がらせます。我らが日本代表の入場です。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは日本、中田、平瀬、中村、明治、本山、戸田、稲本、松田、宮本、中田、曽我原。続いてカザフスタン、ロニエ、クリスレコフ、コスウミン、キスレン、ゼミトロフ、トラバルフ、アルトオマフ、マルジレフ、シェフレンフ、ガミッチ、ウラザレフ。画面に向かって右にエンドを取ったカザフスタン、反対側左にエンドを取った主審、ファールを取りました中村。さて長谷川さん、はい、このフリーキックはどうご覧になりますか。誰かに合わせてくるかもしれません。プレーを切ります。前半15分、パスを回します。常にトライアングルができています。つながればチャンス。センタリング、ヘッドパス、本山、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。おっと、足がかかった。トラバル。ヘッドパス。シュート。ここはいいディフェンス。前半35分をすでに過ぎました。フォローが浅いですね。折り返す。前半戦終了です。
前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0、ここまで両チームとも無得点です。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、ディフェンスラインにもっと意識を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは、上げました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。この選手は動き出しが非常に速いですね。大谷選手がウォーミングアップを始めたようです。おっと、足がかかった。ここで選手交代です。ホスーミン、非常に高い。松田、ペネトレイト、シュート外れ。
それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。失礼いたしました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。